高村千恵子5月20日から1938年10月5日、旧姓、長沼は日本の洋画家、神絵作家。夫は彫刻家、詩人の高村光太郎。夫の光太郎が彼女の死後に出版した詩集、千恵子賞でも知られる。1886年5月20日、福島県足立郡油性村あざ、漆原の酒造業。 斉藤家佐吉と仙の次男六女の長女として生まれた。戸籍名は知恵。長沼家は青春、花霞を醸造する酒造家で使用人を多数抱えた資産家であった。1901年に油性小学校高等科を卒業した後、福島高等女学校3年へ編入学した。1903年、同校を総大として卒業して、 日本女子大学校へと進んだ。寮生として同校に入学した千恵子は普通予科を経て、家政学部へと進んだが、在学中に油絵に興味を持つようになり、自由選択科目の洋画の授業ばかりを受けていたという。1907年に大学を卒業した後は、当時では珍しい女性洋画家の道を選び、反対する両親を説得して、東京に泊まり、 太平洋画界研究所で絵画を学んだ。1911年には、同年9月に創刊された雑誌、政党の表紙絵を描くなど、若き女性芸術家として、人々に次第に注目されるようになっていった。また、政党者の田村敏子らと親睦を深めた。知恵子と高太郎知恵子は、高太郎の評論、緑色の太陽に共鳴していたものの面識は、 まだなかったが、同年12月、竜也への紹介で光太郎のアトリエで光太郎と出会った。光太郎との出会いは、千恵子の心を揺り動かして、絵画の創作を増進することとなり、1912年4月に太平洋画会展に2点の油絵を出品し、6月には内替絵展を開催した。1913年9月、上高地に行く光太郎を追いかけて、 一緒に絵を描いた時に結婚の意思を固めたという。1914年12月、駒込林町のアトリエで幸太郎との同棲を始めた。この頃は、金銭的に苦しい窮房生活を送りつつも実りのある創作活動を続けていたが、1918年5月の父、け崎きのし、1929年の長沼家の破産、いっかりさん、 自身の絵画制作への閉塞感など辛労が多く、また、結婚以前から病弱であったこともあり、1931年8月に、高太郎が三陸方面の取材旅行で留守中に、統合失調症の最初の兆しが現れた。ゼームス坂病院跡地の慰霊碑、レモンアイカの日1932年7月15日、大量の睡眠薬アダリンを飲み自殺を図るが、未遂に終わる。 1933年8月23日に、幸太郎と入籍し、療養のため、幸太郎と共に、東北地方の温泉をめぐったが、病状は逆に悪化してしまった。母や妹一家の住む千葉県の九十九里海岸へ住居を移したが、改善は見られず、1935年2月に、東京南品川の税務ス坂病院に入院した。 精神病には優しい手作業が有効だと聞いた。幸太郎は病室へ千代紙を持って行き、1937年頃より、千恵子は病室で紙絵の創作をするようになり、病床から千数百点の紙絵を生み出した。1938年夏頃から具合が悪化して10月5日、長らく犯されていた俗流性肺結核のため死去した。遺骨は、 東京都豊島区駒込の染め霊園に埋葬された。孔太郎は千恵子が亡くなってから3年後の1941年に生前の千恵子を忍んで死終、千恵子賞を発表した。千恵子の期日の10月5日は夫孔太郎が千恵子の臨終を歌った死、レモン愛花にちなんでレモン記と呼ばれる。1995年には療養先のゼームス坂病院跡地に、 終焉の日が混流されている。再現された、千恵子の聖火生誕地の二本松市には、作り酒屋であった高村千恵子の聖火の様子が再現されており、裏庭には、千恵子記念館も併設されている。記念館には、彼女の油絵、紙絵が展示されている。二階堂徳与千恵子は後に、女子体育の母と呼ばれる、二階堂徳与と親しい関係にあった。 千恵子と徳代の出会いは1899年のことで、千恵子の在籍していた、油性神常高等小学校に、徳代が赴任したことがきっかけである。千恵子は、妹の三つの担任であった徳代に親しみを抱き、下宿を訪ねたり、一緒に、足立家原を散歩したり、徳代に話を聞かせてもらったりとしたっていた。徳代の油性小勤務は1年で、 終わり東京女子高等師範学校に進学したが、その年の9月頃に、千恵子のいた高等科の女子児童に向けて手紙を送っている。千恵子は自分の写真を徳世に送り、学費の援助までしていたという。徳世のイギリス留学の時には、高村光太郎を伴って横浜港まで見送りに行き、留学中には長沼屋名義で門付けを送っている。見送り動機、 千恵子とコ太郎は結婚前である。その後、精神分裂症を発して入院した時に、徳ヨは見舞いに行った。その時の千恵子の症状はまだ軽かったが、徳ヨを見た千恵子は後ろを向いてしまった。徳ヨは椅子に座り、二人は黙ったまま同じ姿勢を取り続け、30分ほど経ってから徳ヨは無言で立ち去った。 お互いのわがままさを示すエピソードであるとともに、そうしたわがままを許し合える関係だったことがわかるエピソードである。千恵子は、徳よより先に亡くなったが、徳よが千恵子の死に何を思ったかは記録に残されていない。ゼームス坂病院は、当時先進的な全個室、鍵なし、格子なしで患者の自由を確保した施設であった。なお、レモンキと漢字で記すと、 梶井ー次郎の記述となる。ありがとうございます。